unknown territory? Let's just get into it. Part 16, Lego. やつらは、ステュークスのアラゴト専門チーム、オーバーブロッドした魔法師を捕獲し、嘆きの島に輸送するのが連中の仕事だ。They taken my babies! さまよえる魂を嘆きの島に運ぶ。その役目から、私森とも呼ばれている。通常、オーバーブロッドを起こした魔法師には、魔法執行官やマジカルフォースが対応することが多い。場合によっちゃ、それでも手に負えなくなる時がある。その時は、ステュークスの出番ってわけだ。ブロッド研究のスペシャリストとして、奴らが介入してくる。当事国からの要請があろうとなかろうとな。That is like...mad stupid and like I don't know I just feel like that should be like harassment or some shit 俺があの連中を見かけたのもおそらくはその緊急事態が起きたからだったんだろうステュークスとはどの国にも属さない非政府組織だ魔法技術やブロッドの研究をしているらしいが組織の規模研究内容構成全てが非公開ステュークス本部があるとされてる嘆きの島は世界地図のどこにも載ってねえ徹底ぶりだ、うん、まるで禁域ですねしかし私森がとっ捕まえに来るのはオーバーブロッドしもう引き返せなくなった状態の奴らだと思っていたんだが So why are they taking you guys? Obviously you all are fine ちょっと待って私たちはもうあの忌まわしい状態から解放されているわ That's what I'm saying その後も魔法医術師に適切なカウンセリングとケアを受け経過観察も異常なしよそれなのになぜ突然こんな乱暴な方法で捕らえられなければならないのそんなこと俺が知るかよ、うん、考えれば考えるほど謎ですこうして僕らが捕らえられたこともですが世界から秘匿された組織とイデアさんに一体どんな関わりが Exactly! What does Idea have to do with them? レオナの話から推測するに特別な権限を持つ立場の人間であればステュークスと接触する機会もゼロじゃないのかもしれないわね確かイデアの実家ってカリムの実家に引けを取らないほどの大富豪だったでしょ Oh shit! Really? I did not know Idea was ballin'本人があんなだからあまり実感が湧かないけどシュラウド家って海底油田やレアメタルで財を成したジュピター財閥の分家の一つだったはずよはぁ、ジュピター財閥って Like a planet of some shit or like 世界最大のシェアを持つ OS や検索エンジンを開発したオリンポス社を傘下に持つあのアズールズ favorite thing in the worldジュピター財閥の分家の一つにシュラウドという名前の家があることは当然知っていましたがイデア先輩は偶然同じファミリーネームなのだとばかり一切メディアなど表舞台に顔を出さず影の統率者として名を馳せているシュラウド一族イデア先輩がまさかその一員だったとは財閥に名を連ねる名家出身だというのなぜいつもあんな調子なんだいあの人ああめまいがしてきましたああこんなことにはもっと恩を売っておくべきだった You are literally captured by like the secret service right now Is you literally thinking about this right now? 君はこんな時でも変わらないなしかしそんなお方が従者も連れずに一人で学園に入学してくるなんてそうか学園に特別に許可されたオルトの存在はそういうことだったのか影の統率者と秘匿された組織何かつながりがあってもおかしくはないわねでもこれで少し安心できましたねイデアさんが口添えしてくだされば案外すぐに解放されるかもしれませんどうだかな俺たちは被験体として捕らえられたんだどんな目に遭わされるか分かったもんじゃねえ俺が昔王宮で読んだ歴史書じゃ私森に嘆きの島へ連行されて戻ってきた魔法師はいないとか If they don't let my babies go home Oh my god
どこかに到着したみたいね。輸送機内の気圧を調整完了。エアロック解除します。オルゾー眩しい。ここは Oh, what the fuck? Holy shit. あ、皆さん、暗くて陰気臭い嘆きの島、スティークス本部へようこそ。Don't tell me that. あんたは。It's Idea. どうも、スティークス所長代理、イデア・シュラウドです。Do not make me hate him. Please don't make me hate him. Part 17. Lego. あんたは。イデア、おかえり。どうも。スティークス所長代理、イデア・シュラウドです。Why are you fucking giggling? は？What? あれ、なんかノリ悪いね。とか嘘とかない。驚きすぎて逆に落ち着いてきました。ああ、そう。確かにシュラウド家とスティークスに何らかのつながりがあるかもしれないとは話してた。で、あんたが所長代理、何らかのつながりどころじゃないじゃない。Mm, oi, Kaiware Daiko. First, この状況について説明しよう。この俺をエコノミークラスどころか、乗り心地最悪の輸送機に何時間も閉じ込めた。Fucking Leona! くだらねえ理由だった。そういればにしてやるから。グルル。歯をむき出す獣人族の威嚇行は。それについては、順を追って説明するから。まずは落ち着こう。いきなり学園を襲撃し、武力行使で強制連行して、まずは落ち着こう。Mm-hmm, that's right. そう言われて落ち着けるわけないだろう。首をはねられたいのか。 Go off, queen. 危険体 A、 魔法構築の開始を確認。スタンシステムで意識を。あー、待って。ちょ、タイムタイム。ナイトレイブンカレッジからお越しの皆さん、何か忘れてるんじゃないかな。君らが今いる場所はどこ？そんで僕は誰だっけ？僕がボスだ。My heart is broken. 僕に言いたいことをしないなら、僕も君らに言いたいことはしない。OK? I hope so. 兄さんの推奨行動により、みんなが負傷する確率が 56% 低下するよ。いいでしょう。今は他に選択肢もないし、おとなしく従ってあげる。 This a load of fucking bull! それで、無理やり招待したからにはお茶の用意くらいはしてあるのよね。態度と発言からおとなしく従う意志がみじんも感じられない。まあいいけど、じゃあみんな僕についてきて。ボルト、カンファレスルームに到着するまでお茶の手配よろ。了解。Oh, Ortho. I just really hope they're not like evil and this is all just a crazy misunderstanding. それはもしかして、イグニハイドの領長イデア・シュラウド君が嘆きの島の番人ということかね。ああ、と言っても番人は個人を指しているわけではない。かの一族に属する者の総称だ。確か現当主アイドネ・シュラウドだったか。いや、彼女はすでに没した。現当主はアイドネの息子であるイデアの父が務めているはずじゃ。そうか。人間は本当に代替わりが早い。嘆きの島の番人が組織化されスティークスと名乗るようになったのは最近の話だからの。奴らがスティークスとなってからは
まだ100年ほどしか経っとらんのではなかったか。ちょっと待ってください。混乱してきたっす。レオナさんからイデアさんの実家は大財閥の分家だってことだけ聞いてたんすけど、それは表向きの顔で、裏では嘆きの島の番人としてレオナさんたちをさらったスティウクスのボスやってるってこと。 That's exactly what it means, Ruggie. Fucking bitch. Part 18, Lego. あ、嘆きの島の番人は今でこそ都市伝説のような扱いをされておるが、かつて魔法師が魔法使いや魔女と呼ばれていた頃、奴らの存在を恐れぬ者はいなかった。魔法使いが我を忘れて力に溺れる時、嘆きの島より罰が下る。我が王家に伝わる古文書によれば、かの組織の歴史は非常に古く、起源は神々の時代まで遡る。まだ魔法とブロッドの因果関係が解明されていなかった時代、人々にとってオーバーブロッドとは突然降りかかる厄災そのものだったのよ。 First of all, I'm happy my man is finally getting the screen time he deserves. その厄災を嘆きの島に封じ、人々に平和をもたらしたのがジュピター家の祖であり、厄災が再び世に解き放たれぬよう番人となったのがシュラウド家の祖であると記されていた。 Oh, so they are good guys? Question mark? それも歴史じゃなくて神話じゃない？スケール大きくて、キエ君ちょっとついていけなくなってきた。だが探求心旺盛な人の子らは魔法の研究をやめなかった。そして時は流れ、いつしか魔法は安全な技術となり、魔法使いや魔女は魔法師となった。今では魔法師免許は国際資格、人々の暮らしに貢献する国際的にも認められた存在じゃ。魔法を悪用し人々を苦しめる魔法師を取り締まる法や政府組織も次第に整備されていき、いつしか嘆きの島の番人どもは歴史の表舞台から姿を消した。だが彼らは嘆きの島で厄災ブロッドの研究をし続けていた。非政府組織スティウクスとして、イデア・シュラウド、彼がシュラウド家の子息であることは我々も把握していたが、シュラウド家とスティウクスの密接なつながりについては初耳だ。私はあらゆる魔法師の文献に目を通した自負がある。しかしそんな記述を見た記憶はない。それは人間側に残っている文献だけの話じゃろ。妖精族と人間はかなりの年月交流を絶っておったからの。国や種族が違えば伝わる内容も違う。そして書物に残らぬ真実も多くある。何者かの思惑によってねじれ歪められることも少なくない。それが歴史というものよ。学園長はイデア・シュラウドがスティークスと関わりがあることをご存知だったのだろうか。もしご存知であったなら、シュラウド家を通しこのような事態を回避できるよう働きかけることはできなかったのだろうか。 Unless he fucking wanted something to happen. どうだろうな。だが知っていたとしても万人どもを止めることはできなかった。スティウクスはオーバーブロッド経験者であるリドルたちを捕らえて何をするつもりなんだ。リリアさんのお話を聞く限り丁重におもてなしされているとは思えませんが。 No! Please! よくて精密検査、悪くて彼らの実験対象、最悪の場合すでに生きては。カリム ain't having it! おい、冗談でもそんなこと言うのやめろよ。I've never heard freaking Caddy's voice that fucking low. Ooh, they mad. ていうかさ、ウミウシ先輩たちの話聞いてて思ったんだけど、あいつら学園をあちこち派手にぶっ壊して、目撃者もすげえいるじゃん。動画撮ってたやつとかもいるっしょ。全然組織を秘匿する気なくね？それとも、そんくらい後から帳消しにできる手段があるってこと？なんか嫌な感じっすね。レオナさんたちの心配より
自分たちの命の心配した方が良さそうっす。ブッチの者の言い方は訂正したいところだが、ある意味正しくも嘆きの島の所在地が分からぬ以上、我々は彼らを追う手立てがない。君たちはそれぞれ寮に戻り、寮生の点呼、被害状況を確認し報告するよう。はい。なんだってレオナさんは俺に寮を預けるなんて言い出したんだか。貧乏くじっす。ノアドゥレオンは君を信頼しているのさ、ムシュータンポポ。 Yeah, cause he trusts you. You do everything for that man. 自分のプライドを預けるに足る人物だ。信頼なんかで腹は膨れねえんすよ。後で高い肉をおごってもらわないと割にやがに。そうだね。そのためにも彼らには無事に帰ってきてもらわないと。ラギー先輩、ジャック、メッセージ読みました。さっき学園を襲撃した連中にレオナ先輩がさらわれたって、どういうことすか。He mad, he angry. どうもこうもそのまんまっすよ。レオナさんの代わりに俺が寮の奴ら集めて状況確認するんで、君にも手伝ってほしいっす。はい、それはもちろんですけど。監督さん、あちこち傷だらけじゃねえか。もしかしてお前らも奴らにやられたのか。 No, Jack, so thoughtful. I'm worried about Grim and the others. 我々 NRC トライブのメンバーはオンボロ寮に集まって VDC の反省会をしていたところを襲撃されてね。レオナ君のようにビルとジャミル君、そしてグリム君も連れ去られてしまった。ウィル先輩やジャミル先輩まで。そしてグリム君を助けようとした1年生たちが深手を負ってしまった。あいつら無茶しやがって。 Those two brain cells. 私は副寮長の務めを果たすため一度寮に戻らなくてはいけないが、ムシュータフガイ、ムシュータフガイ、監督生君と共に医務室へ赴き、彼らの様子を見てきてくれないだろうか。ああ、ちょうどいいや。ついでに医務室にうちの寮生が担ぎ込まれてないか確認してきて、ジャック君。うっす。確認したらすぐに連絡入れます。行くぞ、監督さん。Let's go. 失礼します。ステイ。悪いがベッドは埋まってる。そこの紙に名前を書いて寮で待機している。 It's okay, honey. I got experience working in the nurse's office. 後で養護教諭が巡回を。なんだ、お前たちはピンピンしているな。 What did I just... 医務室に何の用だ。 We are here to see the two halves of our brain cells, Ace Trapola and Deuce Spade, and you, baby boy. Part 20, Lego. Ready to see Mr. DeVille. ラギー先輩とルーク先輩に担ぎ込まれた奴らの様子を見てくるよう頼まれてる。クルーエル先生こそどうしてここに。俺のクラスの子犬が2匹担ぎ込まれたと聞いてな。まったく子犬のくせに無鉄砲な真似をして。うん、お前も軽く怪我をしているな。来い、擦り傷程度ならこの俺が手当てしてやろう。 I will gladly go over there. デュースたちはどのベッドに。 Where's Deuce? Where's my baby? 二人はまだ目を覚ましてないよ。Oh my god, they're both unconscious. I hope they fucking sue that ST fucking WYZ. エペル、もう起きて大丈夫なの。平気。まだ体がちょっとビリビリしてるけど。Such a brave man. お前たちにかけられた魔法の痕跡を解析したが、ほとんどがスタンを目的としたものだった。物理的なダメージが大きかったのは戦った場所が悪かったせいだろう。どういうことですか。あんなボロい建物の中で派手に魔法をぶっ放せば敵にも味方にも被害が出るのは当然だろうが、1年生に降り注ぐ瓦礫を魔法障壁で弾きながら攻撃魔法を使うことは難しい。 Look at that smoky eye. 突発的に光線状態に陥った時こそ
冷静な状況判断が大切になる。 Oh, he is so fucking fine. I'm sorry. I can't calm myself at a time like this. そうでなければこのように自滅する。戦ってる間ずっと上から瓦礫が降ってきてたかな。 They did come crashing through the freaking roof. これだから後先考えないバッドボーイと、起きたらみっちりしつけ直している。でも、二人はクリム君のために。誰のためであろうが関係ない。バカな真似をする子犬がいれば、叱るのもトレーナーの務めだ。今回は怪我程度で済んだからよかったようなものの、もし相手にお前らの命を奪う気があったら、今頃取り返しのつかないことになっていたんだぞ。はい。ごめんなさい。Oh, it's okay, Appel. You did what you thought was right, and you did the best you could, BB. リルさんは、それが分かってたから、1年生は下がってろって命令したんだね。ああ、こったのばっかだ。負ければっかで情けね。Appel, no, BB. リルさんたちが連れて行かれたのと、見出るしかできなかった。Appel, you shush!You hush, baby, no! There was nothing we could do. 最初から何でもできるやつなんかいねえよ。え？先輩たちも最初から強かったわけじゃねえだろう。何度も悔しい思いして、歯食いしばって、強くなってったんじゃねえのか。あれができなかった、これができなかったって、へこんでばっかじゃ何も始まらねえ。こっから何ができんのか。俺たちに大事なのはそっちだ。だからいつまでもメソメソしてんじゃねえよ。鬱陶しい。I love Jack. I love him so much. ジャック君。Well done, Paul. いいアンサーだ。連行された生徒と学園長の身柄については、学園側からも何かできることはないか探ってみる。フェルミエもお前も、今は体を休めて回復に努めろ。I just want to jump off a cliff. わかりました。僕、もう歩けるので寮に戻ります。見たところ医務室に担ぎ込まれたうちの寮生はいないみてえだし、俺も寮に戻るぜ。クルーエル先生、エース君とデュース君のことよろしくお願いします。 Please take care of my babies, Mr. DeVille. 言われずとも2匹とも俺が預かった子犬だ。しっかり面倒は見る。もちろんお前もグリムもな。1A の生徒は全てこのクルーエル様の子犬だ。なのに他人がしつけるなど許せない。Oh, fuck. 実に腹が立つ。Oh, we love a daddy that protects. わもガッパド気まげる。 Sit down. いいか子犬ども、ここからは大人が対処する。妙なことは考えずおとなしくしていろよ。はい、失礼します。そういや監督生、オンボロリオンが壊れたんだな。どこで寝泊まりするつもりなんだ。 Oh fuck. Yeah, that's right. There's a fucking hole in my house. Forgot about that part. ねえ監督生さん、オンボロリオンがなんとかなるまではポムフィオーレにおいでよ。 Oh, pal, you're so sweet. Thank you. ビルさんならきっとそう言うかなって。だな、あの人なら言ってくれそうだ。それじゃあ一緒にポムフィオーレに帰ろう。きっとルークさんも歓迎してくれるよ。 OK. Ooh, the Hall of Mirrors. じゃあな、二人とも。 Bye, Jack. Goodbye. うん、今日はありがとう、ジャック君。長い一日だったね。寮に戻ったらシャワーを浴びて。 A nice bath would be great. The fuck? Oh! No! Rook! Rook, we know that's you!